どうも、ルイです。ユマです。タク、あ、出れた。こちら、初めて見たよ、こんなしっかりした1000円ガチャ。今日ね、海に友達と行きまして、その帰りに三宮にね、寄ったんですけども、初めて1000円ガチャをね、このもう生のこのエグナのもうこのね、このボタン色のところがあるこの1000円ガチャを売り切れてるな、この3つ見つけましたので、今回はこのユーマと僕で2回で4回やっていこうかなと思います。はい、まああの前回ね、この今のカメラマンのタクが VU が当たって1000円ガチャ、はい、こう見ると当たりです。とてもすごかったんで、まあ、ここはどうかわからないんですけど、当たったらね、ここも出るってことが証明されるもんで、はい、やっていこうと思います。最初はグッチョケホイ。はい、じゃあユーマからお願い。ご飯食えるよ、食べ放題いけたよ。ステーキ食えるね。お前ステーキ食えるよ、三宮でわざわざ買おう。音落ちた。あ、軽いな、音軽いな。あ、変わってる、なんか俺開く。あ、これ神が出てくる、神が出てくる。カピバララーメンです。一回ね、オラフが当たったんで。だから、ここは神なんやの、ここは神が出てくる。そう、とりあえず神が出てくる。なんかすごいので、ウォーってなる可能性もある。開け、夢の扉。あー、雲海と、雲海オンエア軽い。雲海オンエア、雲海オンエア。あー、扉重いな、それ重いな。圧迫されるわ、これ。まあまあ、とりあえず、まあ、まあ、後で開けます。 あ、これ全部一緒。じゃあ、俺のラスト1回いきます。はい。え、箱は全部一緒なんだな。一緒、多分。あー、飲み込まれた。神で食って。早い、2000円飲み込まれるの早い。仕方が出た。やっぱ、全部この箱なんやな。まあ、とりあえず置いておきます。で、これで神戸ステーキ食えたよ。ほんまに神戸牛。この辺、神戸ステーキの店めっちゃ多いんすよ。ちょっと、じゃあ、3人手伝ってや。手くれ、いっせーのーで。ここや。これ、どこ押しても一緒じゃん。まあ、出た。こんな気がする。あー、いでじゃあ、とりあえずさっきルイがひどいね、1個目から。そうやね、それんー、ダガダガダン。ダガダガダン。カピバララーメン醤油味。一緒です。醤油ばっかりやん。じゃあ次、醤油ゆうま。そうなんですかね。ほい、フレッシュフルーツメモ。なにこれ、メモ絶対いらんやつ。フレッシュフルーツメモや、絶対いらんやつ。ラスト4000やで、2人で4000。ダラララララララ、なんか字が長い。なんかこれ、はい、交通安全アニマルリフレクター。これちょっと分からへんわ、全然分からへん。まあ、とりあえず交換行ってき。じゃあちょっと交換行ってきます。今だけのことで着替えてきましたよ。2000円で変わってきました。カピバララーメンというものは何、まあ、これやな。あ、絶対これか、うん、いや、知らんかった。はい。え、なにこれ、気持ち悪い。え、なにこれ、気持ち悪い。ビレバンで売ってそう。え、なにこれ、気持ち悪い。どういうことこれ。餌みたい。え、どういうこと。焼きそばやん、これ。埼玉の子供動物自然公園。ほんま、ラーメンって書いてあるのに、後ろは焼きそばの召し上がり方って書いてあるから、ラーメンでも食べれるし、焼きそばとしても食べれるってこと。まあ、万能。まあ、また今度食べてみましょう。美味しそうですね、一応ね。で、ちっちゃいですね。あ、紙袋やし。いや、俺のがちっちゃいから。せーの。メモや。なしのメモ帳。メモや。ラフラン。はい、交通安全アニマルリフレクター。うっす。リフレクターやん、ほんまに。え、なに？どういう？光反射するやつじゃん。やろう。カバンにつける。分からへん。どういうのか俺は想像できない。あの、ペラペラの。はぁ、かわいい。自体もせんやろ。車のヘッドライトに反射して命を守る、存在を知らせる。お、めっちゃいい。これ1000円で命変えたよ。
実用的やな。これで僕ね、これのおかげで多分これからのことね助かると思うんで使っていこうと思います。じゃあこっちゃん、はい、チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくね。お、出れた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 。夏完璧や。